はい、皆さんこんにちは、チョでございます。東海さんで三国志13ですね、やっていきましょう。で次はどこかなと、エムさんが終わりました。武将の方、出れてる方まだいたでしょと。あ、そうだ、この人もう帰ってきてるよね。あ、帰ってきたよね。じゃあ本国に帰りましょうか。という前に酒場覗きましょうか。少し良いですか。ああ、帰ってきたね、この人ね。あ、この人とちぎってもいいか。もう57あるからね。さあ、じゃあね、さあ、もう3万貯まったらやりたい放題ですよ。じゃあ教室に入れましょう。ご足労感謝いたします。贈与ね。あなたは、あ、酒も好きなのか。言うことなしだね。酒好きはいいですね。もう忘れません。やっぱあれかな、中毒なんだろうね。中毒性あるからね。さあ論議かましましょう。聞いてくれ言いながら私もちょっと今の飲んでますけどね。天命に抗う策などなし。おお、何とぞご検証に過ごされませ。ああ、孔明さんお亡くなりになりました。あら、まあそろそろとは思ってましたけどね。はい、議論が深まりましたなと。あ、来た来た。報告します。承知した。あらら、孔明さんお亡くなりになりましたね。一騎打ちとか言うなよ酒好きか酒好きだもんね。どこ一番遠いとこに、こういうときに限って調査来ないんだね。ああ、いや行きましょうか。じゃあ酒場でも行っときましょうか。少し良いですか。やっぱ酒好きが基本的に来るんだね。はい、行きましょう。さあ向かおう。まだ終わってない？うわあ、敷居高い。もう敵さんも敷居高いね。我々ここあれだからね。あ、兵糧庫なのか。ここは希望ジャックやたら出まくってますけどね。はい、院大木さんと、誰だっけこの人、高純さん、高純さんじゃない、高純さんだね。さあ、まあ中田ちゃんはまだまだいけそうですね。あ、この人いっぱいいけるわ。あ、芝生さん、そうだ、芝生さんも長生きするんだよね確かね。ヒーさんの時そうでしたよね。めちゃくちゃ長生きしてましたもんね。はい、あいだあいだ。命が惜しけりゃそこをどけ。悪いが手加減はせぬぞ。渾身の一撃受けてみよう。攻撃できてる、防御攻撃かな、攻撃、防御、必殺で、まあ相手77ですからね。あ、私武力の上がる武器持ってなかったんじゃない、ひょっとして。まあ剣意になったんでね、もうこれからお借りバンバン使いますよ。わあ、いいところできたね、いいところできた。これ必殺でしょ。 あ防御だわおお、中田ちゃんですわ。いいとこできたね、これ終わるわ。貴様では相手にならん。しょぼいよね、389だってさ。承知した。さあどんどん行きましょう。報告します。はい、構わん。もう長所さんもね、結構いいとこ来ちゃってますね。はい、信用入りましょう。遠いね、信用ね。あ、王宗さんもいるのか。しかも80じゃない。あら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 と。で、坂を寄ってみましょう。こんなのはどうだ。やっぱあなたが来るわね。もったいないな。あー、80ある人、みんな呼んじゃおうか。ね、ちぎってなくて80ある人。あ、いや、解除しちゃダメよ。調査だね。はい、はい。さて、今日うんちゃらかんちゃらとうんちゃらかんちゃらっておかしいけど、さーてと、
はい、小室さんと芝生さんがね仲良くなりました。芝生さんともちぎりたいね。あ、インテンクさん結構いけます。お、コースさん、あー、ヒーさんいいわ。ヒーさん行こう。ヒーさんも長生きだよね。当院さんは早かったけど。はい、はい、いとくと。あ、来たね。はい、これちょうだい。おいくら入る？おいおいおい、エスイエーショー、エスイエーショー。はい、報告いたします。強いね、相変わらず芝生さんね。あ、でも順位2位以下が変わっちゃいましたね。はい、はいはい。あ、そうだ、大垣さんも後で会っておこう。都市攻略の期限まで8日になりました。いや、もうこれを寄贈した方はあのお亡くなりになったんでね、もう早でいいでしょ。はい、加工坊さんからね、もうほんとこのね、あの根拠のない自信っていう感じがするんですごくいいですよね。人事いけないかいと。はい、ね、これやっぱり2人とも右に向いてるって変だよね。なんか若者がじいさん板つけてるみたいなね。なんか本当にあれだね、ゴールデンコンビだけどね、ほんと。さあ、じゃあね、人事できませんか。ああ、大人に怖がっちゃったわ。まあこれ仕方がないですね。じゃあ報告で戻りましょうか。その前になんか売り物ない。ああ、金庫か。ああ、まあいっか、これでいっときましょう。お、お金また3万超えてますよ。さあ、出た。あ、もう終わるね。はい、失礼いたします。はい、シュレイさんだね。シュレイさんも長いね、ほんとね。はい、もういいですよ。あ、お疲れ様でした。はい、解散しちゃいましょう。お任せあれ。さあ、あなたいつまで経ってもここで。うん、兵糧250日ね。もう表情得られてたまったもんじゃないんで、これで買い殺ししときましょう。はい、上位入りましょう。さて、作家場に寄ってみましょう。こうしてはどうだ。はい、あ、うん、来てますね。で、そうだ、今のうちだ。移動命令でここに関係で親近感が80で緑、黄色、この人ね、この色の人ね。あ、リュウさんはこっちいるんだね。あ、4人しかいない。あ、キョイさんも、あ、キョイさんだ、キョイさんだ、キョイさんだめ。そうだ、キョイさんに報告に行かないといけないんだ。しまった、忘れてた。じゃこの3人呼びましょうか。で、3人呼んじゃうんだけど、減るところにはちゃんと補填していきましょう。まあ信用はね、いいかもしんないんですけど、ただ内政ちょっと上げてほしいなっていう。内政が上がりきったら、まあ、でも内政上がりきるっていう多分ないね。ヒーさんの時はね、内政上がりきりましたけど、うん、っていう感じかな。2人連れて行ってあげましょう。内政できる人じゃないね。ああ、でもいっか、また今度呼びましょう。よし、あと減ってるのがここだね。そうだね。うん。ということなので、ここには一人補填してあげましょう。よし。ああ、モーユさん。おお。うわ、すごい。二人並んでる。並んじゃってんね。どうしましょうかね。もう皆さん結構上がってきたでしょ、中性度。もう、矢に下る人いないでしょ。ね。あー、ちょっとこの二人は置いとかないといけないな、このコンビはね。じゃあ、馬体さん、送りましょうか。はい、大衆を。もう皆さん大衆になってるでしょ。向かおう。
はい、あ、諸葛国さん逃げちゃった。はい、じゃあこれで脅威さんはおしまいと。ああ、神速持ってんだけど、神速入んないとこ見たら私もう神速9なのかな。あ、神速9だわああもう言うことなしだね。じゃあ酒場寄ってみて。聞いてくれ。はい、王将さんでした。で、本が欲しい本が、ああ、あった、よかった、これで流用さんできるね。ちょっとあれがなくなっちゃうのが心配ですけど、行くとしよう。構成虫ね、あ、これも構成虫欲しいかな。構成虫あったら、まあ、いとこ持ってんでね。あ、チョータちゃんがいとこ持ってんのか。チョータちゃんいとこ持ってんの。あ、いとこというのは異名か、異名効果なので、異名効果でしたよね。じゃあ今度はこの人がだけど、酒場聞いてくれ。はい、で、はい、訪問しましょう。この恩義忘れません。あー、王兵さんね、王兵さんどこ。あー、その前に竜王さんだね。竜王さんしないといけないかな。よくぞおいでくださいました。はい、そうよね。もうほんとね、あの軍師の方大変。この本がなかなかね、なかなか手に入んないんでね。あ、兵器持ってるんだな、あの人ね。ちょうど一つ、あ、いいです、いいです、よかったよかった。絶戦しよう、しようと言われたらほんととんでもないんでね。じゃあ何、あなたは何が欲しいの。あ、本取ってこいってやつね。か、え、戦国策ね。あんたまだ言ってんの。5日だったら、あー、ちょっとやってあげよう。失礼です、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってね。お、お、よいしょ、ちょっと待ってね。申し上げた危機がございます。良き者がいるな。え、受診で誰か見つかんの。え、勝敗の農業発展ね。承知した。はい、どうぞと。不安がございます。はい、どうぞと。あ、そうだ、同志枠忘れてましたね。はい、41をうちの神さんではお願いしますと。聞いてくれ。承知しました。はい、で、何、申し上げた危機が。はい、指導で急変の訓練ね。承知した。はい、どうぞと。で、ほいほい。このような結果となりました。あ、これで義援さんとも上がったんだね。で、デレって、デレって34じゃ無理だな。あ、無理じゃないのか。無理じゃないんだけど、まあ、諦めましょう。彼、竜王さんやってるんでね。さあ、で、戦国と、あー、お姉さんね、ちょっとごめんなさい。瞬間お姉さん、ちょっとごめんなさいね。まず深夜行きましょうか。近場が。近場に回るのがいいですね。これも濃いなこの二人も濃いね。さあ、あと誰行きますか。あ、確証さんだね。あ、ひいさん取り合いになっちゃうからね。あ、これいいね。おー、あ、この後で行こう。じゃあね、戦国策と。あ、シーツさんだね。なんだろう、ちょっといまいちだな。本が欲しい、本が欲しい。そうだ、加工令嬢さん、この方は父親は加工レイ。単純な名前だね、命名だね。つまり加工レイの女とされると。お、若くして夫に先立てる子がなかったため、お父、この加工さんとのつながりは、じゃああれかな、一応血のつながりはあるのかな。加工レイさんという方は私知らないので。でもここに出てくる、あ、加工レイさんっていないのか、このゲームでは。
過去文文でいいの娘で名は霊女。あ、そういう説もあるんだね。なんかこれ全然違うんだけど、こっちは過去霊っていう人がいたって言われてて、ここは過去文霊で名前が霊女っていうことって言われてますね。耳鼻を落とす、え、そう文塾が死ぬと再婚を迫られることを恐れて髪を切った。その後耳鼻を落とす展開は演技と同様。へえ、あ、ここに書いてんね。子がなかったため父親から再婚を勧められるが、自分の耳を切って拒絶。はえ、曹操一族が滅ぼされた後再び再婚を勧められると、今度は鼻を削ぎ落として拒んだ。帝説を芝居から感心され、養子を取って跡継ぎとそうすることを許され。何があったんだろうね。知力と政治高いけどね。怖い怖い。ちょっと若干私血が下がっちゃったね、今ね、これ読んで。あ、寿命か。寿命はまだいいよね。寿命はまだいいので、あ、他人の寿命を操作するのはいいですけどね。深夜にはなかったと、戦国策ね。じゃあ、院行きましょうか。行くとしよう。はい。加工場さん来るのかな。こうしてはどうか。あ、違ったね。彼、なんて読むんだろう。ここも多いんですよね。あ、飛燕さんか。じゃあ、ありますか。あった。うん。あ、1600高いな。まあ竜王さんだからいいか。はい、竜王さんに報告しましょう。行くとしよう。あ、ちょっと巻きでいきますよ。もう時間超えちゃってるね。はい、どうぞ。なるほど、そういう意味。はい、どうぞ。今、なるほど。あ、やっぱ絶世の方がしっくりくるね、私は一騎打ちよりもね。はい、なるほど。お、ストレートでいっちゃった。それがしと競うにはまだまだだな。はい、じゃあね、そろそろお時間の方が良くなりましたので、この辺で終わっておきましょう。当該説明三国志13反乱ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。